那須の野球やらチャンネルをご覧の皆さん、本当にありがとうございます。前回作った動画、いつも通りに試合の結果を垂れ流すだけの動画はご覧になりましたか？阪神の負けが多いから鬱になるわ。今年もドラフトの季節が近づいてやがる。近づいてやがるってなんやねん。戦力外の8強の次はドラフト会議と、この時期は本当に目まぐるしいと思う。応援していた選手が戦力外になるのは、本当に悲しくなるし心に来てしまったぜ。別れの次は出会いと目まぐるしいが、新しく入った選手が意思を引き継ぎ、阪神はもっといいチームになると思うぜ。あと今回戦力外になってしまった選手については、他球団に拾われて、阪神側が後悔しそうな選手ばかりだ。他球団でぜひ頑張ってもらいたいぜ。阪神戦で恩返しの活躍はいらないからね。いらないこと風潮してます。ゴミに餌を与えないことも約束してくれよ。さて、今年のドラフトは大豊作と言っても過言ではないこともなくはない。阪神の2020年ドラフト並みに選手を揃えられるって有識者風の人が言ってたり言ってなかったり。よくわからんが、今年も期待していいってことかな？そういうことです。今回は阪神がピックアップしている金の卵の紹介と、個人的に欲しい選手を紹介させてください。阪神が1位候補としている選手は、中央大の西舘雄飛投手、青学大の常廣隼人投手、桐蔭横浜大の小手達樹投手などの大卒投手を指名予定。他にもリストアップしてるみたいだけど、今回はこの3人を紹介したいと思うぞ。決して編集が大変とかそういうことではないぜ。まず西舘雄飛投手は、身長183センチ体重79キロの細身で、世界の大谷さんの高校の後輩だ。魅力はクイック投法からの最速155キロのまっすぐだ。9月22日のアジア大戦では1安打完封、快投を続ける右の剛腕投手だ。阪神にはバリバリの右の速球派って少ないからありがたい存在になりそう。成績は素晴らしいし、もうクライマックスから来てほしい限りではある。ただ中央大学のエースと言ってもいいのに、彼の今後の目標はなぜベンチ入りなのか。まあ頑張ってほしい限りだぜ。一応ソース。もう何でもいいからぜ阪神に来てください。続いて小手達樹投手。身長181センチ体重75キロの細身で、名前の読みは小手達樹。魅力としては左で出所の見えにくいフォームからの最速153キロの速球。制球はまだまだな部分もあるが、この選手の大きな特徴は伸びしろ。現段階でもストレートはキレッキレでストレートだけでご飯が食べれそう。左腕発掘に定評のある吉野スカウトが絶賛しているので間違いないであろう。ちな吉野スカウトは桐敷君や妖精さんの担当をしていたスカウトだぜ。あと8月23日の読売三軍戦で好投。三軍とはいえ好投している時点で素晴らしい。猛虎魂を感じて仕方がない。とりあえず CS で投げようや。なぜ阪神ファンは猛虎魂を感じるのか。そして常廣隼人投手。身長180センチ体重73キロのまた細身で、大学ナンバーワンワンとの評価。ちな大分舞鶴高校出身で大分県内ではかなり賢い高校。法学部在学中でむちゃくちゃ賢い。魅力も何も完成度が高い。最速155キロのキレのあるストレートに空振りの奪える変化球は一通りあるっていう。コントロールが若干微妙なのが、どんがい上がるかもしれないね。そこは阪神の投手育成で勝手に育ってくれると思うぜ。ちなみに常廣投手のお父様は一級建築士。ピッチングの基礎はお父様から教えられたとかなんとか。ピッチングも建築も基礎が大事。うまいこと言えてよかったね。さてさて個人的に土下座してでも阪神に来てほしい選手を紹介する前に、現状阪神で指名しないといけないポジションについての個人的見解だが、2軍が火の車なんでピッチャーは育成含めて最低3人は欲しいんすわ。まあピッチャーは何人いてもいいし、5分相当2軍球場建て替えするから育成はなるべく多めに欲しいよね。続いてキャッチャーは、報道では欲しいしてるけど、別にそこまで急務じゃないのかなと。坂井田くんや藤田くん中川くん育てろとは思う。ファーストは割と急務だと思う。大山さんについては正直不透明な部分が多い。出ていくなんて言ってほしくはない。大山さんが残留したとしても、大山さんの全力プレイに大山さんの膝が耐えられるかどうかも割と問題なんだよな。外国人で賄いやすいポジションだけど、3A と NPB の差が大きくなってるから、いい外国人を当てるのは多分無理になる。マートンさんクラスとは言わないがサンズさんマルテさんクラスも厳しい。ファースト戦じゃなくても右の大砲候補が欲しいところ。大山さんは阪神にいてね。セカンド、サードはそんなにかな。二軍で土壌が覚醒の兆しだし、出る中野くんが全然普通に頑張れる。ただショートはいくらいてもいい理論でいっぱいいてくれて問題ないから欲しい。ショートから割と他のポジションにコンバートもしやすいからいくらいても OK。レフト、センター、ライトもまあいればね。近本さんの後釜考えるべきなんだろうけど、左の外野手で良さそうな選手いたらって感じだと思う。いつごくんとか前川くん、野口くんもいるし、森下くんが割とセンターできていたのがでかい。ただ外野獲得するとしたら来年じゃないのかな？どんも今年は野手を乱用運って言ってたからな。と、こんな感じで最低でも、阪神は投手、打てる内野手、ショート、左の外野手が補強ポイントやと思うぞ。いい選手は阪神に来い。私が今回紹介するのは、打てる内野手、ショート、あとドンに忖度して捕手。最後に投手も紹介したい。まずは強打のファーストだな。ドンが育てたいオウンと言ってたポジションではあるぞ。実際育つかはわからないぜ。今のチームカラー的に、選球眼が悪くなく死球が選べて、浜風とお友達になれそうな強打者。そんな選手は普通に上位で消えるぜ。どんに忖度して上位で指名じゃないかな。とにもかくにも大山さんに勢は爆誕させたいぜ。
ってことで指名できそうな選手だが、シグも優勝したからに指名は最後の方。シグもて。広陵の真鍋くんや花巻東の佐々木麟太郎くんももともとリストアップしてたけど絶対したったい。どっちにしろ上位の最初の方で指名されてしまいそうな気がするぜ。ってことで個人的に獲得してほしい選手が、鹿児島城西の涼瀬くん、履正社の森田くん、他にもたくさんの強打者はいるが、編集の関係でゴニョゴニョ。ゴニョゴニョ言うな。一塁線は正直懸念されるよな。打撃力に突出したものがないと指名すら敬遠される場合があるぜ。森田くんはもともとサードで、涼瀬くんはサードを練習中だぞ。ってことで涼瀬涼介くんから、身長183センチ体重88キロで高校では一塁試験投手、ストレートの最速は152キロで、遠投は110メートルだそうだ。ピッチャーはもうしないって言ってた。高校通算49発の右のスラッパーで足は井上光太くんぐらいの速さ。そんなに速くない。とにかくパワーがあり、空振りも美しい。右のスラッパーなら浜風とお友達になれるぜ。コンパクトに打つこともでき、個人的にはベタボレだ。懸念点としては普通に現在っ子なとこだ。阪神に行きたいらしいぞ。別れのイタリアじゃない。続いて森田ひろとくん、身長179センチ体重80キロの三塁手、遠投は100メートル、高校通算は34発、足の速さは大体森下翔太くんと同じ。今年の夏の甲子園でのホームランは印象的だったぜ。本人も自認してる通り、ヒット長打が売りのバッターで、チャンスに強いバッターだ。甲子園での2本のホームランがすごく印象的。ちなオリックスファンで、オリックスジュニア出身、身長が媒体によって変わっているが、彼は一体身長は何センチなのか。細けいことはいいんだよ。続いて遊撃手、右でも左でもか。今阪神の2軍の選手で二遊間の選手が、遠藤くん、高寺くん、戸井くん以上。少ない。来年江戸城が一人でセカンド守るのを避けるためにも、一人でもいいから獲得したい。二遊間守れるなら条件は特にないぞ。実際はこの条件がアホみたいに難関なんだがな。さて獲得してくださいって感じの選手を、右打者、左打者で合計3人選んでみました。右打者が仙台育英の山田くん、東海大熊本星翔の桃崎くん、左打者は上田西の横山くん。ここもどんに忖度をして高校生だ。多分3人とも上位で消えるけど気にしてはいけない。他にもいっぱいいい選手はいますが、編集が多すぎて笑えてくるぞ。ここまでで普段の試合動画約2週間分。まずは山田修也くんから、身長177センチ体重79キロで、投手兼ショート。投手としての最速は144キロで、遠投105メートルの条件だぞ。高校通算はマジでわからんかったが、公式戦はサムジャパ含めて2本。総攻守揃った選手で守備はプロスカウトからも高評価。夏の甲子園では痛いミスもあったけど、そのミスを縦島で取り返しに来ないか。守備力はかなりの高評価だ。さてこの夏を沸かせた慶応の丸太くんと同様に彼もかなりのイケメンだぞ。スポーツできるだけですごいのに顔をイケメンにするって神様ずるい。来世は野球ができるイケメンに生まれたい。続いて桃崎葵くん、身長178センチ体重74キロで打撃型のショートだ。遠投105メートルで、走力は近本さんぐらい。足速すぎやろ。高校通算39発で、こちらも総攻守揃ったショート。だいぶ打撃寄りなんやけどね。バットに当てることが上手いとの評価もあるので、まずは鳴尾浜で縦島をって木製バットで対応を頑張ってほしい。高校も縦島だからぜひね。もともと東海大相模にいたそうだが、2年時に東海大熊本星翔に転入。理由はまあなんとなく察してほしい。判定できることがかなり大きい。ショートの最後は横山誠也くん、身長181センチ体重82キロで、投手兼ショート。遠投は100メートルで、ストレートの最速は149キロ。高校通算は30発で、足の速さは江戸城ぐらい。総攻守揃ったショートで、バットコントロールが上手い。大きなポテンシャルを秘めていると西武の鍋球 GM が言ってるぞ。鍋球なんて言っても、最近の人はわからんよ。高校2年から3年の間に身長が8センチ伸びたそうだ。久しぶりに会った親戚がまたでかくなったなというレベル。お正月に言われたことのない男子いない説。続いて保守、ショウがなぜか欲しがっているぞ。そりゃいい選手獲得できれば大きいけど、藤田くん、中川くんで満足やないってこと？欲しがる理由って、来年以降は坂井田くんを一軍に置いて、二軍の保守を高卒若手組で競わせたいのじゃないかな？ただ考えても考えても考えても、本当によくわからない。梅野や誠志郎さんの扱いを起点と考えても、長坂さんや片山さんどういう扱いなのかとか。まあでも他の球団に比べたら保守が少ないから、獲得するのもありじゃないのかなって思ったり。獲得したい割には坂井田くんとか使わんし。どんの記事読んでも育てたいから獲得するみたいな感じだし。でもどんは平気で嘘つくし。もうほんまにわからん。考えるだけ無駄やぞ。A 選手おれば獲得すればええやん。ってことで保守の条件としては高卒。さっきからずっと高卒しか紹介をしていない。左の外野手の手薄だし、その内容を作ったりしたけど、動画作り直しだよ。じゃあない。ってことで個人的に良さげと思った保守が、明徳義塾の寺地くんと、報徳学園の堀くんは絶対確保した方がいいと思うぞ。他にもいい保守はいっぱいいるけど、編集に終わりが全く見えないぞ。この時点で普段の試合動画の3週間分になっているわけなんすよ。ってことでまずは寺地流星くん、身長177センチ、体重82キロで阪神にはありがたい左打ちの保守。遠投何メートルかどうかとかはわからないけど、映像を見る限りではかもなくかもなくって感じ。高校通算10本塁打で、足の速さは大山さんぐらい。まあそんなに速くはないぜ。
寺地くんの一番の強みとしては、内野全ポジ守れるらしいってことと、サムジャパに選ばれて、いいとこで打ってた印象しかない。チャンスに強そうな印象だぜ。寺地くんといえばこの白タンクトップであろう。日本代表の昼食会でこの格好をした。チームを盛り上げるのは大事。この写真は見れば見るほど癖になるぜ。続いて堀柊奈くん、身長179センチ体重79キロの右打ちのキャッチャーで、遠投100メートルで二塁送球 1.81 秒の強肩、高校通算は14本で、足の速さはおばさくんぐらい。足の速さについてはガバガバなので、データ載せていないのですよ。身体能力お化け系捕手で、走攻守素晴らしい。ぶっちゃけ高校ナンバーワンキャッチャーだから、速攻で消えてしまって指名できないパターン。彼は英語が得意だそうだ。野球が好きなところを英語で聞かれて、ベースボールイズベリーベリーベリーと答えた。得意だな。おいおいアメリカ人かよ。最後に投手の紹介だ。今年何枚いいピッチャーを揃えられるかが、つよつよタイガースになれるかどうかのやつ。編集が多すぎて語彙力がなくなってきてるぜ。社会人から高卒まで幅広くいい投手が多いが、大卒と社会人にいい投手が多い傾向だぞ。いい投手は阪神に来い。条件はいい投手。ただ、個人的に阪神は速球派よりは技巧派のが育てるのがうまいと思う。あと先発は左で中継ぎは右が欲しいのでは？まあでもそんなに気にしてない印象だぜ。今回はガチ厳選した投手を紹介をさせていただきたい限り、野手の紹介より気合入っております。ということで紹介する投手は3人、全員右になってしもうた。まず徳島インディゴソックスのシード投手、東日本国際大の大山投手、富士大の中岡大河投手だ。マジで失礼なんだけど、なんか戦術が不思議。開始名になった際にこの3人がいるなら全力で行った方がいい。獲得できるとかなりでかいと言っても過言でないかもしれないかもしれない。なんやそれ。まずは柴剛投手、身長182センチ体重85キロで、2002年3月生まれでまだ21歳、ストレートの最速は159キロ。スピードは正義だ。コントロールと回覧のよ、多少制球にばらつきはあるが、そんなもん結局球速で圧倒するんよ。もともと保守で高校時代は投げていないし、社会人時代も全くと言っていいほど無名。徳島でむちゃくちゃ成長してしまった投手だ。深い競りしてないのが強。検索すると、乙女ゲーのキャラが出てきた。記事とかが微妙に探しにくかったぞ。気になる人はプレイすればいいんやない？知らんけど。続いて東日本国際大の大山陽投手、身長180センチ体重80キロ、最速は153キロで、南東北大学野球連盟では無敗の投手。申し訳ないけど、あんまり聞いたことのないリーグ。そんなリーグの中で無双しているけどさ、ストレークゾーンはここも同じやん。大山投手はとにかく四球を出さない。127回投げて、四死球32個は立派。おいおい少なすぎるやろ。全国大会から調子を崩し気味だけど、それでもいい投球をしているぞ。プロのキャッチャーと組ませるとお化けしそう。コントロールいい投手は阪神の大好物やろ。確かに。もうね、名字が素晴らしいよね。虎の未来を背負ってしまいそう。最後に富士大の中岡大河投手。富士大はまだわかるわ。身長177センチ体重71キロで投手としてはそんなに大きくない。阪神はそんなに気にしてない感あるぜ。ストレートの最速は150キロで、中岡投手も制球力が高い。大山投手と違うのは多彩な変化球があるところか。そういうことです。多分今年の大卒で一番制球力がいいぞ。大学通算で127回投げて、四死球は18個のみ。バケモンやんけ。阪神のギタギタコントロール投手陣にこんなギタギタさんが来るともうギタギタなんよ。またわけわからんことを言ってる。もうね、名前から素晴らしいよね。もうこだましいを感じる。ダジャレで終わるのはあかんやろ。ってことでここまでたくさんの選手を紹介した。個人的には紹介した選手に来てほしいけど、結局誰が来ても応援してしまうのが定めなんよ。確かにな。ドラフトまであと2週間、楽しみで仕方がないぜ。こういう選手がいるよ、とかはコメント欄にぶちまけてほしい限り。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とかはしてくれるとありがたいことこの上ないぞ。来週もまた見てくださいね。以上、那須の野球やらチャンネルでした。